はい、ひろやみです。今回もポケットモンスター Y のライバル実況を続きやっていきたいと思います。前回は、なんかプラターナ博士から謝罪を受けたり、ライバルたちと戦ったり、ウルプさんを探すというところもやりましたので、今回ジムリーダーウルプさんに挑戦していきたいと思います。はい、多分氷タイプかな。まあ氷タイプのジムって割と仕掛けが難しい傾向にあるんですけど、そこまで難しくなさそう。はい、誰も挑戦しないということで。はいはいはい。もう、サボるな、サボるな。ちゃんと仕事をしなさい。あれだな。割と。はい。なんか、某、アニメ映画の人っぽいけど、そう、なんかルビサファのなんかルネシティのジムっぽい仕掛けだな。いや、仕掛けっていうか雰囲気がっぽいな。まあ氷タイプなんでね、マボクシーを先導にしておりますが、60、パルシェン、パルシェンか。水、氷タイプ。なんちゃんと炎タイプの対策してるの偉いな。パルシェンは防御はめちゃくちゃ高いんですけど、特防はそんなに高くなかったはずなんで、身が進化の必要はないかなと思いますが、はい、ワンパンですね。はい、ありがとうございました。はい、ノーダメージね。あ、まあ、っていうか、どっちかっていうと、フィギュアスケートっぽいな。あ、なるほど、これで足場を作っていく感じなのかな。じゃあ次は、こちらの方に挑戦していきましょう。多分戦わないといけないと思います。おう。もう、アタウェ様やん。言ってることが。氷帝か。セリバードね、氷飛行タイプですね。はい、ワンパン。マンム、マンム、どうしようかな。まあ、モフォクシーで押し切ってもいいんですけど、ちょっと他のポケモンも使いたいので。はい、シャワーズですね。氷地面タイプなんで、水タイプもね、一応、抜群に入りますんで。じゃあ、ワンパン。はい、ありがとうございます。竜の波動は覚えたい。竜の息吹は、どうしようかな。我慢いらんよな。はい、ありがとうございました。割とお金くれるな。強さを示さなければ先進めないんですよ。なんか複数回やらないといけない感じかな。はい、これで先に進めるのかな。うん、どういうこと、どういうこと、どういうこと。先進めないんですけど。あ、でも分かった気がする、分かった気がする。こうやってこっちも動かさないといけないんだ。多分そういうことですよね。
いや違うな。あれ先進めないな。そう、これで。はい、これで先進めるということですね。ちょっと苦戦したな。なんかすごい さっきの2人はなんかすごいプライド高そうな感じだけど、なんかこの人なんか雰囲気違うな。軽いなノリが。これでどうだっけ、特防が高いんだっけ、防御が高いんだっけ。ちょっとすいません、あのにわかなんで、バトルはにわかなんで、ちょっとその辺わかんないんですけど、イノムか。さっきマンムの新刊前なんで、タイプ一緒して、岩ちゃうわ、地面と氷ですね。なんで、水タイプが抜群で入りますね。はい。波乗りで。マンムもワンパンの中、その新刊前なんか、絶対ワンパンでしょ。オッケー。ルージュがエスパー氷ですね。まさこさんですね。はい、火炎放射。オッケー。はい、ありがとうございました。まあ、シャーベット、あ、最近シャーベット食べてないやつ欲しいな。おー、なんか、実際そういうのありそうだけどね。さっき戦っちゃおう。なんか力こそパワーみたいなことですか。ツンベア、氷タンタイプですね。あ、そんなに収束値高いイメージはないんですけど、あ、まあまあ低くはないんだろうけど、めちゃくちゃ強いわけでもなさそうなんで、火炎放射ワンパンでしょ。OK。バイバニラ。いや、いいや。はい、バイバニラ。収束値が汚いでおなじみバイバニラさんですね。そう、合計出力値は、割と高いんですよ。5、3機ぐらいあるんですよ。でも、バランスが悪すぎるんですよね。はい、OK。これ、ノーダメージなんですけど、最後の地味なのにノーダメージなんですけど、それいいんですかね。どうしようかな。あ、いや。ダイモンジはね、威力高いんですけど、命中低いし、そう、命中低いし、そう、PP 低いからあんまり旅パン向けの技ではないよな。いや、まだだな。もう一回ぐらいか。だからあっちを行けるようにしないといけないから。あ、これでいけるかな。そこまで苦戦しなかったな、仕掛けは。はい、どうも。前回迎えに来ました。よろしくお願いします。はい。はい、行くぜ。雪のメガ進化とかしてくるかな。あの、雪のはないと思ってるんで渡しましょうか。雪フラッシ
まあ、XY からね、特性による変更も5ターンで終わっちゃいますからね。前作のブラックホワイト2までは、特性による天候の変更は、なんか天候の変更じゃなくてちょっと陰踏んじゃいましたけど、それは一応あれなんですよね。永続なんで、まあそれまでに5ターン以内に決着ついたりそうな気もしますけど、おい。クレベースは多分防御が高いけど、特防そんなに高くない。はず。記憶では。でも、多分特性頑丈だから多分、特性じゃ、頑丈じゃねえ。あれ、頑丈以外にも特性あんのか。あられダメージしか受けてないな。トレーナー戦も含めて。はい。これで終わりだ。わ、さすがに耐えるか。どうしようかな。多分回復を使ってきそうな感じするから、一旦最近で様子見よう。じゃあ、次の火炎放射で終わるかな。OK。OK。まあ、砕いたっていうか、溶かしたっていうか。あ、それはどうも。はい、最後のバッチですね。アイスバーグバッチ。おう。あ、やった、冷凍ビーム。あとで、シャワーズに覚えさせよう。やった。なるほど。不器用なんかな。お。あ、これで、まっすぐ帰れるのね。じゃあ、行こうか。おう、スケート。スケートしてるぜ。今日、ジムトレーナーのお姉さん、スケートしてるで。銀幕の女王やで。ありがとうございます。はい。ん？なんだ。どうも。はい。お、ウルプさん。はい。いや、もうさっき言うてや。じゃあちょっと回復しに行きましょう。はい、回復終わりました。じゃあ、行きましょう。まあ、ずっとおるやん。じゃあ、まあ、街出たら、帰ってくれるかな。もうあのアイテム、あーとか、どう行けばいいんだ？こっちじゃないよな。しょ。こうか。あ、チャンピオンロードね。あ、はい。21番道路。まあ余計な戦闘は避けたいからね。はい、後ろ通ります。あ、ここに繋がるのか。あの、結構最上方に来ちゃって。バトル？マジかよ。フレデリックさん、よろしくお願いします。メレシー。岩、フェアリータイプなので、鋼が4倍なんですが、ちょっとマフォクシーじゃ相性悪すぎるんで、シャワーズでいいや。あー、まあまあ、いいや、シャワーズで。捨てろ。捨てろ。マジか。あ、まず噛み砕くで。
ワンパン防御を下げたい。下がらんかった。次アームハンマー、せい。はい、ありがとうございました。あ、どうも。はい、ちょっと回復をしまして。あー、でも、全部バッジが、の形をした。模様か、おう。おう。なんか、前回ブラックホワイトから思ったんですけど、めちゃくちゃチャンピオンロード入る道が、すっげえ豪華になってるよな。めっちゃお金かかってるんやろうな。おお。毎回挑戦者来るたびこんなエフェクトしてるんだろうか。じゃあ時間に余裕あるんで、チャンピオンのこのまま行っちゃいます。はい、スプレー使いまして、あ、ここは強制バトルだよね。いや、じゃあここに来たらあかんやろ。マニューラだけど、プレッシャー、火炎放射、マニューラだけで攻撃きたんかな。だとしたら割とすごいと思うんだけど。はい、ありがとうございました。まあそういうことにしときましょう。はい、波乗り。あ、ここも強制っぽいけどな。はい、先進もう。ああ。いや、靴箱。ひとしさんよろしくお願いします。怪力。一応友達はいるんや。じゃあ、最近寝で終わりですね。耐えた。マジか。しかも地震？マジかよ。はい、ありがとうございました。はいはいはい、ちょっと予想外のダメージを食らってしまいましたね。あー、結構一匹が多いな。はい、ありがとうございました。まあ確かにそれは言えてるな。方向こっち合ってんのかな？もうそのまま進んじゃってるけど。あ、5万いっちゃったけど、まあいいや。こっちなんかな？あ、こっちじゃないっぽい。こっちかな？
しょ。多分これをなんか押さないといけないっぽいな。どうすんやろ。ん？こっちや、あ、こうか。あ、こういうことか。回り込んで、この辺も本当は倒した方がいいんだろうけどね、経験値的には。インドメザシン。ん？こっちじゃないの？どこ？あ、こっちかな。なんかハイパーボール見つけたけど。あ、わかった。あそこだ。入れる罠あったわ。なんか入れる罠ってなんかちょっと、あ、そう、下ネタじゃないです。OK。こっちっすね。あ、これ強制戦闘っぽいな。これは避けられなさそう。いや、それはそれでいいと思いますよ。強さの形なんて人それぞれですからね。チャーレム、エルレイド。おー。はい、ありがとうございました。おう。俺も忘れないぜ。まだ結構先っぽいね。あ、回復っぽいな。ありがとうございます。はい、クイックボール。まず手始めにクイックボール。ん、まさか。おお。おお、マジか。おお、なんか5匹おる。ニャオニックスか。まあ、多分最初、あれだろうから。猫魂だろうから。変えようかな。ですよね。噛み砕く。あ、チャンボーイ。でも威力低いからな。半分も削れないぜ。チルタリス、チルタリス、ドラゴン。あ、ドラゴン引こうか。そう、まだ、冷凍ユーン覚え出してないんだよな。多分 XY のチルタリスってまだメガ進化できないからな。あれはオメガルビーアルファサファイアからなんで。月光が変えましょう。不思議花。
まあどの道素早さを逆転、ま、負けてるんで、わ、冷凍ビームすげえ、あ、メガシンガーすればよかったわ。そう、メガ進化したら熱い特性が熱い紐になって氷タイプのダメージを減らせるから、ブースターを変えましょう。シャワーズです。じゃあ波乗り、噛みつく、おう、へい、アブトロ変えよ、おどんだ、2回目型破りだ。これってプレッシャー効かんのかな。あ、でもプレッシャーやったら出てくるか違うんか、強運かな。はい、オッケー、はい、ありがとうございました。おう、うーん、あ、ありがとうございます。おう、行くぜ。でも、いやー、どうだろうな。でも休憩地点があったってことは、あ、ここも岩砕きなんだ。人さん、ドーピングアイテム、まあせっかくこの来たから、まあ突破しちゃうか。あ、降りちゃった。ここか、オッケー、オッケー、オッケー。どう行けば正解なんだろうか。あー、ここ最後の調子取れなかな。おほう、あ、はあ、確かにベテランっぽい風格は出てる。ジュペッタ、はい、ありがとうございました。ちょっとこの怪力はやっといた方がいい気がする。どう繋がってるんだろう。ん？入り口かな。あ、入り口っぽいな。戻るか。多分入り口戻ってきたよね。じゃあ戻ろう。はい、戻ってきました。
あ、ここ避けれなさそうだな。はい。はい、ありがとうございました。まあ、友達への無限のラブみたいなことか。まあ、それは言えてるな。滝登り使わないといけないのかな。でも入り口こっちだもんな。いや、トレーナー自身鍛えても、はい、ありがとうございました。あ、はい、そういうことです、はい。まあ、そうっすね。はい、ありがとうございました。ほう。あ、なるほど。見たの、赤緑のなんかゴールブリッジみたいな感じなんやな。はい、ありがとうございました。雲翔さん、あれ大木戸博士、はい、僕はこの先に進みたいと思います。来た、ポケモンリーグ。はい、じゃあ今回ここで終わりにしたいと思います。さあ、次回ポケモンリーグ挑戦やっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではバイ。